私実は分かってるの、もう君が言ったこと。あのね、わからずやって言うんだろうね、忘れたいんだけど。もっとちゃんと言ってよ、忘れないよ、メモにしてよ。明日10時にホームで待ち合わせとかしよう。そして人生最後の日、君が見えるのならきっと人生最後の日も愛を歌うのだろう。全部全部逃がさなかったっていうから、ああいつか人生最後の日、君がいないことがまだ信じられないけど、もっと言って。考えたってわからないし、青空の下君を待った、風が吹いた証拠、昼下がりを抜け出す想像ね。これからどうなるんだろうね、進め方教わらないんだよ。君の目を見た、何も言えず僕は歩いた。
雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生人生相談です。この先どうなら楽ですか。そんなの誰もわかりはしないよなんて言われますか。ばかりが得をしているのはなんでなんでしょうか。幸せの持ちかお金を含むのはなんでなんでしょうか。一つ線を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春ってね札が背中に貼られていて、ヒッチコックみたいなサスペンスをどこか期待していた。どうでもいいんですよ、生きてるだけでいたいんですよ。いつも黒いともこの穴の埋め方は書かないんだ。ただ夏の匂いに目をつむって、雲の高さを指でどこ、思い出だけが見たいのはわがままですか。死ぬストーリーって売れるじゃないですか。花の散り際にすら目がつくのも嫌になりました。先生の夢は何だったんですか。大人になると忘れちゃうもんなんですか。先生人生相談です。この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああこの先どうでもいいわけなくて、現実だけがちらついて懐か遠くて、これでも本当にいいんですか。このまま生きてもいいんですか。そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。ただ夏の匂いに目をつむりたい。いつまでも風に変わらない風景、朝一生を動かしたい二条寝転ぶまま、白紙の人生に白紙の目が一つなっている。からこな自分を今日も歌っていた。No, no, no.
Thank you.
僕は明日遠くの君を見に行くんだ。その後はどうしよう、きっと君には言えない。
は明日遠くの君も見に行くんだ。その後はどうだろう、きっと君には見えない。
して花は咲いた。どうでさえ見るがなくて今日が来る不安感も奪い取っていく。正午隙残っている一人の僕は透明人間。誰かに気づいてほしくて歌っている。君は憧れなんて言葉じゃ足りないような、そんな色が強くついていて、どんな伝えたい言葉も目に見えないなら透明なんだ。寂しさを埋めるように歌っていた。誰の声たくさん引き出した。人の声スラッパーミュージックのようだ。あの日
ない。
What do you want to do?